よしえさん、たった今からメインチャンネルに復活しました。で、この1週間、ずっとサブチャンネルに上げていた動画を今ね、メインチャンネルに移行してるんですけども、いやこれね、数がやっぱりすごいですよ。億万長者合宿の動画だけでも、普通の人が1週間じゃ絶対上げない量ですね。いやーなんか、楽しみですね。今ね、バン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 更新通知いってると思うんですよ。面白いですよ、なかなかね。うんまあ、今日からまたメインチャンネルでよろしくお願いします。億万長者合宿もな、結局、 チャンネルが1個潰れたからって言って別にできるわけですよ。そういうのを見せる意味でもあ、チャンネルが制限食らったからしばらくできませんとかじゃなくてね、海外に行って電波状況が悪いからできませんじゃなくて、なんとか電波状況が悪い中でも10秒のじゃあライブ放送はできないのかとかね、接続のマシのところを探しに行ってないのかとかね、それこそ私電柱の下とかね、屋根の下とかね、食堂のところとかいろいろ行きながらとか、あとは海外用の Wi-Fi 使ったりとかして、放送は切らせないようにしましたからね、もしくはもう あれでですすよよね。ね。メモリーですよ、ね、万が一万が一ですよ海外に行ってもしくは地方に行って電波が全くなくって放送ができなかったらどうしようっていう時のためにちゃんとリスグエッジでタイマーをかけた動画をセットしとくわけですよ危ないなっていうところではそうやって毎日更新が必ず視聴者さんところに届くように熟成さんに届くようにしておくのは別にできないことじゃないんでねだから自分がもう無理だなと思ったら、 やり方を探すすことも諦めちゃいますし何かいい方法あるだろうと思ったら結局見つかるんですよね何がしかのしまいにはねもう代理投稿してもらうって手もありますからねメールで動画ファイルどっか送ってでその人にちょっとアカウントのねなんかあれユーザー ID とか教えるからあげといてみたいなことも究極でできななくはないですよねだから目的のためにちゃんとやるかそれとも目的の前に障害があったらやめてしまうのか万難を排してという言葉がありますけどもねまさに万難を排して 我行動必ずするみたいな感じですか、うん、改めてメインチャンネルで行ってきます